よ。そうでございますよ。追試だったら乱にしなさいよ。乱に。追いやすく学なり方し、勉強は今のうちにしとくね。そのパンダが邪魔で抱きつけんの。やろかいの。勉強しない子は4000年の伝統を持ってるお仕置きね。校長、僕とランさんを同じクラスにしてください。小学生からやり直してもいいです。本気でいきます。許さないね。100点以外は落第でございます。先生、校庭でまたたこ焼き売ってんか。マッキーの作るのたこ入ってないのに。じゃあ安定してみようか。
のオアシスね。赤点は許さないね。100点以外は落第でございます。お勉強しない子は4000年の点と思ってるお仕置きね。校長先生、久しぶりっす。えくらってくれる。ボムの使い方を誤ったな。ああ、もったいない。ないとおしよ。そうでございますよ。
逆に私が勉強を教えてやるわ。えくらってくれる。今日は私が素晴らしいお話を8時間するでございます。まあまあ先生、蘭がいつもお世話になっております。立ち話もなんですから、そこのレストランでも行きませんか？行きますわよ。私の願いはただ一つですよ。この世界には自分のことばかり考える悪い子が多すぎるでございます。悪い子には天罰を与えるでございます。そんなことすると。わかったで、天罰でございます。やっぱり校長が一番悪人ね。メビウス様、
が大丈夫ですか？わからん。突然イカズチが。うちらはどれ